はい、こんにちは、つつけんです。イエイ。今日は2月の14日金曜日になります。現在の時刻10時38分です。昨日のね、午前中の悪天候、そしてお昼からの雲一つないいいお天気、そして風がねかなり吹いていたという状況にもかかわらず、ほら河津桜はねまだまだピンピンしていますよ。はい、消防署の裏から、ウィー。はい、じゃあね、どんどん行きましょう、どんどん。はい、いつものように出湯橋。わあ、超満開。まだね、色の濃さもあるので、雨が降った割にはかなりね綺麗だね。うわあ、今がちょうど見頃ですね。もうね、この辺もずっとね木が植えてあるんだけど、これ大きくなったらこの鳥どうなるのかな。すごいことになりそうだね、楽しみ。はい、もうねずっとこんな感じでピンクの帯のようにねなっています。今日は駐車場まあまあ比較的入っている方なのかな。まあでもこれだけ咲いている時にしてはちょっと少ないかな。どうだろう。宝泉橋、うわー最高だ。ほんとね、河津桜って強いんだよね。もし昨日の嵐がソメイヨシノだったら、おそらく結構散ってたんじゃないかな。まあ、ソメイヨシノの場合このぐらい咲いてるともう、ね、結構ひらひらと、ね、風が吹いていなくても落ちてくるような、まあ、あれはあれですごく綺麗で好きなんですけど、河津桜が散るタイミングでいうとね、ちょうど春一番とかが吹いてボハハッとね桜吹雪が舞うような、そんな感じなんですけど、で昨日の雨風では全然大丈夫だったと。よかったどうなるかと思ったけどよかった。まだね、あの日曜日にもかなり風が強くなりそうっていう予報が出てるんですけど、まあ、この感じでいけばどうにか大丈夫かなってことはですよ、その後の天気次第では全然3連休までいけると思う。まあ、場所によってはちょっと花がね寂しくなる可能性もあるけど、でもねこれぐらいまだ色合いがしっかりしているのでいけるんじゃないかな。まあ、天候によってですよ本当に。だからね、あんまり荒れた天気にならないように祈っていてください。はい、屋形橋。お、まだこの辺も一番最初に咲いたところが全然咲いてるということはまだまだ大丈夫。はい、今日ね実はこれから12時から伊豆のバイブル、伊豆新聞、以前にもねあのイベントの時とか去年もこの桜のことで載せてもらったんですけど、取材をね、受けることになっていまして、まあ本当は11時だったんですけど、ちょっと12時に変更してくれということでちょこっと取材を受けてきます。いつの新聞載るかな、明日とかね載るかな載らないかな。まあ今回はねさすがに一面なんてことはないと思うんですけど、去年はねこの記事は3面か4面ぐらいだったかな、開いたどっちかでした。またねその新聞載ったら皆さんにお伝えしようかな、楽しみにしていてください。まあ、そもそも載るか載らないかもわからないからね。はい、ってことで、今日の桜レポートはこれでおしまいです。土曜日日曜日おバイクで来られる方、十分お気をつけてください。はい、ってことで、つつけんでした。